モロッコへの道は、デイビッド・バトラー監督、フランク・バトラーとドン・ハートマン脚本、パラマウント映画制作による1942年のアメリカ合衆国のコメディ映画である。出演は、ビング・クロスビー、ボブ・ホープ、ドロシー・ラ・ムーア、アンソニー・クイン、ドナド・レイク。映画業界を風刺した、楽屋落ち的な笑いと、主演3人の魅力で人気を博した、陳道中シリーズの3作目で、 シリーズ全7作品のうち最初の日本公開作。オービルとジェフが乗っていた貨物船が大爆発、海に放り出された二人はモロッコに漂着。ジェフは金のためにオービルを騙して奴隷賞に売り飛ばすが、その後、美しいアラビアの娘の夫となるべく宮殿にいるオービルを発見。しかしこれにはとんでもない裏があった。第15回アカデミー賞には録音賞と 脚本賞にノミネートされた。1996年にアメリカ議会図書館によって国立フィルム登録簿に選ばれた。アメリカンフィルムインスティチュートにより2000年に発表された喜劇映画ベスト100では78位となった。また2004年に発表された映画主題歌ベスト100ではロード2も6個が95位となった。ありがとうございます。